昨夜はお世話になりました、和也くん。なんかいろいろ疲れたけどね。何のお世話で疲れたんだか聞きたいですか、千鶴さん。私たちが一つ屋根の下で繰り広げためくるめくラブロマンスの全貌は。別に私はただのお隣さんだし。水原が冷たい、冷たすぎて頭がキーンとする。そんなことより次回のカノカリは誕生日と彼女。誕生日って誰の。そうね、まだ冷たい。